ロレックスお得意様の皆様、カレンダー無料です。はい、このチャンネルは私平成元年生まれ無休がロレックス正規店で GMT マスター2を購入する奇跡を成すチャンネルでございます。チャンネル登録いいねの方よろしくお願いします。一皮むけます、キムクモテケのねというところでございます。はい、ロレックス正規店においてカレンダーこちらね配られております。今日ねちょっとそちらの話していきたいなと思います。はい、このチャンネルではですね、皆様からの情報をもとに私がね、GMTSS マラソン中でございます。途中にね、こう白樺畑とかね、いろんなものをね、挟んでますけれども、一直線で GMT に向かっていきたいなというふうに思っております。まあ、いろんなね、時計情報をシェアしますので、ぜひ皆さん、ムケムケ OK の方よろしくお願いします。はい、毎年恒例のカレンダーですね。去年私もらえませんでした。この前のね、ロレックスマガジンに続いて、まあ、無料でこちら、配られてるの確認しております。はい、本日ね、私ね、カレンダーもらえるかどうか、もらえると思ってね、本日ね、カレンダーをもらいに行きましたが、もらえませんでした。はい。ロレックスマガジンに続いてね、カレンダーをもらうこともできませんでした。マガジンの時はね、謎の過去一塩対応、されてですね、結局、もうもらえなくて、ちょっとね、雲行きが怪しくなってきましたね、最近ね。で、ロレックスマガジンとかね、正規店で時計買われた方、そして、まあ、お得意さんというか、まあ、過去にね、時計買われた方につきましては、ロレックス正規店の方から、2冊以上ね、これね、もらわれてる、視聴者様おられました。まあね、私にもね、無形をいらないかというふうに言っていただいたんですけれども、私ちょっとね、謎大きい男すぎて、ちょっと住所をね、バレるっていうのがありましたので、これについては、拒否させていただきました。お気持ちだけでも本当にありがとうございました。まあ多分ね、都会の方では、お得意さんにつきましては、カレンダーね、2冊ぐらいね、いただく方ももしかしたらいるんじゃないかなというふうに思っております。いやー、カレンダーとかめちゃくちゃいいですよね。だって一年中ロレックスにね囲まれてね生活することができるんですよね。日付を確認するのもロレックスというところになるんですよね。いや、めちゃめちゃ欲しいんですけれども、お正月ね実家に帰省した際にちょっとね都会の正規店ちょっとね巡れたらいいかなと思っております。はい、それでね、まあね、毎回恒例のね、メルカリにてね、転売、これめちゃくちゃやっぱね、されておりますね。まあ、ロレックスマガジンね、1冊3000円とかで売られてて、まあ、買われてる方もいるので、いやー、結構ね、やめてほしいですよね。でもやっぱりこれって、結構やっぱ、ロレックス好きの方が、正規店とね、ある程度ね、これ、関わりある方でしかもらえませんので、あんまりこういう転売とかね、してるとちょっとね目つけられたらちょっとねこれめんどくさいことになるんじゃないですか。どうなんですかね。いや、めちゃめちゃやめてほしいんですけれども、やっぱこういうのがどんどん続いていったら基本的にはなんかああいうの有料とかになってきそうな感じもしますよね。あんな無料であのクオリティのものをねバンバン配ってるっていうのはやっぱロレックスすごいなってちょっとね感じてしまいますよね。まあ、私もね、早くねカレンダーとかねロレックスマガジンとかもうバンバンもらえるような上級のねロレミンになりたいなというふうに思いますので、まあ、今後また頑張っていきたいなというふうに思います。一応正規店にはね結構通ってるんですけれども、やっぱ私のホームではなかなか買えませんので、このようなねアメニティみたいなグッズについてもちょっと今ねもらえていないという状態です。こうなったらねもう金無垢のこの聖地に行くしかないかなってちょっと思ってるところもあるので、はい、ちょっとね年末に期待してちょっとね今後も頑張っていこうかなというふうに思います。まあ正規店でね結構時計買われた方とかだったら行けばねもらえる可能性もあります。その場所によっては結構視聴者様ももらわれてますので、もし今年時計買ってね今正規店になかなか行ってないような方につきましては、ちょっと正規店の方ね顔を出してもらって、お得意さんの店員さんとね話してカレンダーもらってみてはいかがでしょうかというところでございました。はい、そんな感じで本日につきましては、はい、ロレックスカレンダー出てますよというところのインフォメーションをシェアさせていただきました。はい、本日は以上です。ムキムキ OK。 ではまた。